はい、どうもです。電気化学の5回目の授業をアップロードしていきます。今回はこの水素と酸素の反応によって、水ができる反応、よく知られていますけれども、これに関して、熱機関と、燃料電池を比較して、授業動画をアップロードしていきます。今回の授業の目次になります。まずは電気エネルギーの万能性を改めて理解していただいた後に、水素と酸素の反応を熱機関と燃料電池で考察していきます。一応、本授業、YouTube の選定になりますけれども、電気化学、物理化学、機器分析、無機化学の授業動画を、アップロードしていきます。興味を持っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。また、一緒に学んでいきたいですので、コメント欄に、どしどし感想を書いていただけると、助かります。では、エネルギーの、まずはですね、電気エネルギーの、利点を説明していきたいと思います。電気エネルギーっていうのは、いろいろなエネルギーとの、互換性が高いという、利便性があります。光エネルギーっていうものを、照明として、やり取りできたり、太陽光発電として電気を作ることもできます。当然、これまでですね、第1回目、第2行、第2回目の授業ですね、こちらの授業動画で、あったように、電池っていう形で、電気エネルギーや化学エネルギーっていうものを、やり取りすることもできます。当然ですね、水力発電、自然エネルギーの中では結構注目されていますけれども、位置エネルギーっていうものを使って、水力発電やエネルギーっていうものを電気エネルギーとして互換することもできますし、最近の、再生可能エネルギー、水と同様に非常に注目されている風力発電に関しても、電気と運動エネルギーというものの互換性が高いです。そして、よくね、やられている石炭や、石油の、火力発電に関しても、この熱エネルギーと電気エネルギーというのも、互換性があることが知られています。このように示すようにですね、いろいろなエネルギーとの非常に互換性が高いというところが、この電気エネルギーの特徴でもあります。で、昔と今になるんですけども、電気エネルギーはですね、いわゆるもう必要不可欠なエネルギーと言えます。昔はですね、このように、今の写真になるんですけれども、キャンプファイヤーを囲んで、照明に使ったりとか、いろいろなことをやっていました。当然料理にも、使っていますね。マシュマロ焼きとか美味しいですよね。一方はですね、今電気が突然なくなると、もう非常に困ってしまうっていうのが、現状だと思います。この様々なエネルギーとですね、非常に互換性のある電気エネルギーっていうものが、利便性に加えてですね、効率が良いっていうことをされています。それがですね、普及の要因となっているのも一因かと思います。どういうことかっていうと、実際に、熱エネルギーの方が電気エネルギーに比べて効率が良かったりとか、使い勝手が良かったら、おそらくこのような、電気ばかりの、世界にはなってないっていうような解釈ができるかと思います。では、まずは熱エネルギーとして、理解していきたいと思います。こちらに示したように、燃料として、様々な物質っていうものを燃やしてみた時の反応を示しています。エタノールと酸素、メタンと酸素で、水素と酸素ですね。1モルのエタノールが反応することによって、燃焼することによって、1367キロジュールの、発熱のエネルギーっていうものが生じます。あるいはメタンであれば、この890.4キロジュールという発熱エネルギーが生じますし、今回の、後半のメインになる水素であれば、285.8キロジュールという、発熱のエネルギーがあります。これはですね、水素酸素の直接的な電子のやり取りによって生じるよエネルギーと考えることもできます。いわゆるエンタルピーですね。エンタルピ変化になります。この熱エネルギーってものを、そのままですね、熱源として利用したり、あるいは光源ですね。口から火を吐く必要はないんですけれども、光源として利用したりとか、あるいは、このような気球として運動エネルギーに変換して動力源としたりとか、あるいはこのように燃料を入れてエンジンを回して電気エネルギーに変換することも、できますよね。では、これらのですね、今回熱エネルギーをメインに話していくんですけども、こういった、いわゆる丸々エネルギーを100%
他のエネルギーに変換できるかっていうことを少し考えていきたいと思います。結論から言うと、できません。まあ、例えばですね、この運動エネルギーを熱エネルギーにですね、100% 変換、やろうと思ったらできます。まあ、大抵の場合熱逃げちゃうので、100% 変換するのは結構大変ですけれども、例えばこういうね、キャンプファイヤーの火起こしといえば、やっぱりこう木をこすり合わせて火を起こすのが醍醐味の一つかと思いますので、今一番、たまにですね、私が YouTube で見ている、サラリーマンがキャンプファイヤーしてみたみたいな、動画もですね、備考欄の方に、載せてあります。まあ、つまりですね、運動エネルギーを熱エネルギーに変換するのは、まあ、大体 100% で起こすことができます。一方でその逆ですね、このエンジンですね、いわゆるエンジンのこの熱エネルギーを運動エネルギーに変えることは、100% 変換することは、まあ、ほぼほぼできないです。だいたい 40% ぐらいということを言われています。まあ、様々な過程でロスが発生するからですね。はい。では、これについて、考える前に、一つですね、熱エネルギーから仕事エネルギーに変換する際の、カルノー効率っていうものについて、簡単ではありますけれど、説明していきたいと思います。まあ、すでに物理科学の授業動画を拝見している方はですね、今こちら、左側に示している授業動画っていうものが、カルノー効率の話になりますので、まあ、そちらの方を少し、復習していただければと思います。はい。で、ですね、熱エネルギーを仕事エネルギーに変換する、例としては、まあ、まあ、やはり水の話を例にして出していきたいと思います。水力発電ですね。まあ、いわゆるこの高い位置エネルギーを持った水をですね、こう、高い位置から流して、こう、水車を回すと。で、水車を回すことによって発電します。そして、この、水車を回した水というのは、こう、低いエネルギーの位置に、まあ、とどまるという形で、水力発電は、完成しています。一方でこういった熱機関も、同様の機構を、示す必要があります。例えば高い、温度の熱エネルギーを用いて熱機関を動かして、まあ、仕事として取り出すんですけれども、その際この熱とし仕事として働いた熱っていうものはある、低い温度の熱エネルギーとして、とどまる必要が出てきます。つまりですね、水による位置エネルギーの変換と同様に、熱エネルギーも仕事に変換する場合は、高温熱源から熱機関を回収、回し発電した後、低温熱源へ放熱する必要があるっていうことが知られています。これがですね、先ほど申しましたカルノー効率になります。カルノー効率の式っていうのは、イータイコール、高熱源を分母に示して、分子は高熱源から低熱源の温度を引いたものになります。はい。これはですね、ケルビン温度で計算することになります。では、実際にですね、このカルノー効率を用いて、水素の燃焼反応からどのぐらいエネルギーを回収できるかっていうのを少し考えてみたいと思います。まあ先ほども示しましたけれども、水素の燃焼反応っていうのは、水素1モルが酸素と反応することによって、水を生成して 285.8kJ の発熱エネルギーを発生します。ただ、この 285.8kJ の発熱エネルギーをすべて回収できるかっていうと、そういうわけにはいきません。具体的にこの発生したエンタルピー変化にカルノー効率をかけたものが反応熱から得られる仕事になります。はい。まあ、具体的な数字を考えてもらえばいいんですけれども、例えばですね、873kelvin における、状況、条件でこの燃焼反応を起こした場合、285.8kJ が得られるんですけれども、この873kelvin、だいたい600度ですね。600度で、ね、水素燃やして、
室温で開始すると、まあ、カルノー効率65%。もう単純にここ数字を入れちゃえばいい。873-300を、873で割ると、だいたい63%、あ、65%ぐらいになります。で、一方で、例えばですね、1773ケルビンで水素を燃やして、室温で回収すると、まあ大体ですね、83%、仕事として、利用することができます。まあこういったカルノー効率っていうのも、効率を100%にできるかっていうと、まあここに書いてある通り、絶対に無理です。まあなんで無理かっていうと、まあこの式を見てもらえばいいんですけれども、この式を100%にするってことは、まずこの分子にあるマイナス TL を0にする必要があります。0にすれば TH 分の TH なので消えて100になりますよね。なので TL を0にすればいいんですけど、TL が0っていうのは0ケルビンですよね。0ケルビンの世界ってありえないんですよ。っていうか、そこまで温度を冷ませる、コストの方が、かかっちゃうってことですね。じゃあ次は何をすればいいかっていうと、この TH を非常に大きな値にすればいいです。無限大の条件にすればいいですね。で、TH が無限大の条件っていうのはですね、これもですね、そんな、何万度みたいな温度を、保つのは、まあ、そういえば核融合のプラズマとか何万度なんで、何ともなんですけども、まあ、そういうような施設を作る方が大変ですよね。だから実際には1500度とか600度ぐらいが、まあ、リアルな温度だと思いますので、こういった燃焼反応によって生じる熱エネルギーのうち、利用できるのはだいたい65%から、まあ、高くても80後半かなということが、分かっています。では続いて、熱エネルギーの説明をしましたので、電気エネルギーの方に行きたいと思います。先ほどと違って、この燃料電池の反応式は一緒ですよね。水素の燃焼反応と一緒なんですけども、電気化学においては、この、反応式っていうものをイオンと電子が関わる現象として置き換えて考えるのが電気化学になります。つまり、反応物である水素と酸素を、イオンと電子に置き換えることによって、それぞれアノードの反応と価素ードの反応に置き換えることができるのがわかるかと思います。この電位差は、0.00からプラス1.23ボルトまでのこのポテンシャルエネルギーを持ってますので、1.23エレクトロンボルトの、電子を持っています。で、ここでですね、改めて言ってきますけれども、高校化学まではですね、このそれぞれのアノード反応や価素ード反応における電子っていうものの、違いを説明しています。どういうことかというと、電子自体のこの、まあ、電荷っていうものは一緒なんですけれども、実はこの水素から出てくる電子のポテンシャルエネルギーが違うわけです。水素、酸素が反応するための電子のポテンシャルエネルギーに差があるんですね。電子としては一緒なわけです。つまりこれをリンゴに例えると、リンゴ自体は同じなんですけど、これをサンシャイン60の上から投げる場合と、1メーター先から投げる場合では、同じリンゴなんだけど、威力が全然違ってきますよね。サンシャイン60からリンゴ落ちてきて頭にぶつかったら、まあ、大怪我どころではないですけれども、1メーター先からリンゴ投げられても、まあ、怪我程度で、まあ、当たりどころが悪くても、怪我程度に済むかと思います。そういった意味で、実は反応式の中に入っているこの電子っていうものには、ポテンシャルエネルギーに差があるっていうことが、事実としてあります。じゃあ、ここからですね、どのぐらいのエネルギーを取り出せるかっていうのを、計算を考えてみたいと思います。このアノード反応っていうのは、水素原子1モルあたり2個の電子が移動してますよね。この2個の電子が、この1エネルギー、ポテンシャルエネルギー分、仕事として取り出すことができます。
電子1モルあたりの電荷っていうのは、ここに示しているように 1.6022×10 のマイナス19乗クーロンパーモルですので、電子1個、アボガドロ数分かけることによって電子1モルあたりの電荷になります。つまり 1.6022×10 のマイナス19乗かける 6.023×10 の23乗をかけることによって、ここによく見るファラデー定数である 96,485 クーロンパーモルっていうものが、電子1モルあたりの電荷になります。電子1個あたりですね、電位差 1.23 ボルトの、高さから落ちてくるますので、じゃあ電子1モルあたり考えると、96,485、クーロンパーモルが2個電子が流れてきて 1.23 エレクトロボルトの差があるので、結果として 237.3 キロジュールのエネルギーを取り出せることが、この式からもわかります。では、この先ほどまでやってきた熱機関と燃料電池を比較して考えていきたいと思います。水素の水生成に伴う熱機関と燃料電池の効率の比較を行っています。だから反応式としては水素と1モルの水素と酸素が反応して両方とも、水ができる反応になります。熱機関の場合、エンタルピー変化ですので、285.8 kJ だと。で、このうち、カルノー効率を考慮して、まあ、このような条件で言うと、873 kelvin で燃やして、300 kelvin で放熱する条件だと 65%。1773 kelvin で燃やして、300 kelvin で回収すると、83% のエネルギーを回収することができます。285.8 キロジュールのうちの 83% ですよ。はい、では一方で燃料電池はどうかっていうと、先ほど、示したように 237.3 キロジュールのエネルギーを取り出すことができます。つまり、熱っていうものを介さずにですね、電気として取り出す場合、まあ、もともとこの化学エネルギーを持っている全エネルギーっていうのは285.8 kJ ですので、このような285分の 237.3 kJ っていうのを割ると、実はこの燃料電池を使うことによって、83%、この化学エネルギーの 83% を回収することができることがわかります。はい。つまり燃料電池の方が効率がいいですよね。熱気化、まあ、燃やしてしまうと、まあ、65% しか得られないけど、電気エネルギーにすると 83% だと。いやいや、ちょっと待ってくれと。1500度で燃やして300ケルビンで回収すれば 83%、同じパーセンテージじゃないかっていう、まあ、学生さんもいるかと思いますし、視聴者さんもいると思うんですけど、注目するのはですね、この燃料電池っていうのは、1気圧300ケルビンの条件で、83% を回収することができます。この1500度、300ケルビンという条件を設定するよりも、この非常にオンオフな条件でですね、化学エネルギーのうちの 83% も回収できるっていうのが非常に、注目されていますし、多くの研究者が燃料電池に期待している理由になります。すごいですよね。実際にこんだけの温度にするよりも、この室温でね、83% 回収できるのっていうのは非常に便利ですよね。はい、では、他の燃料についても見てみたいと思います。まあ、まずは先ほど見た水素の燃焼反応だと、大体ですね、理論効率 83% になります。まあ、なんで理論というかというと、まあ、いろいろな形で実際に 83% 回収できないで、減少したので、理論効率と書いてあります。一方で、これはですね、ギブスエネルギーを計算する際に、この生成した水っていうものを液体として捉えて考えています。水がですね、液体になると体積が非常に激減するためにですね、非常にこの効率が悪いっていうことが、計算から分かっています。なので、この二酸化炭素が発生するようなガスとして安定するものは、実はですね、理論効率 90% を軽く超えてきます。
メタンの燃焼反応は、燃やすよりも電気エネルギーで回収した方が非常に効率がいいですし、これもですね、もう直接燃やしてカルノー効率で考えるよりも、電気エネルギーで回収した方が、理論効率は96%になります。例えば、この水素っていうものを返さないダイヤもですね、炭素の燃焼反応ですね、C プラス O2 っていうのもゲムスエネルギーで計算してもらえばわかるんですけども、これ理論効率100%になります。だからガス発生が伴う、物質の場合ですね、理論効率ほぼ100%にどんどん上がっていくってことも、ゲムスエネルギーの計算からもわかるかと思います。では、なぜ効率が良いのかをさらに考察してみたいと思います。まあ、ここにちょっと小さい字で書いてありますけれども、まあ、これまでの効率ですね、あくまでも理想的なものです。カルノー効率にしろ、エンタルピー分のギブスエネルギーの83%みたいなのも、理論的ですよね。実際にはですね、様々な損失要因が、ありますので、まあ、もう少し、効率っていうのは悪くなります。ただですね、これは熱機関においても燃料電池においても、まあ損失要因に存在するんですけども、今、最先端の研究において、やはり、皆さんが口を揃えておっしゃるのは、燃料電池はですね、やはり熱機関よりも効率がいいとされている理由は、まさにこの下の模式図に、現れているかと思います。説明していきたいと思います。この熱機関っていうのはやっぱり燃料の持つ化学エネルギーですね。だから水素と酸素が、反応して水ができる反応になります。この時やはり水素と酸素で電子のやり取りっていうものが起きるんですけども、ここの電子のやり取りにおけるエネルギーっていうものはやはり我々は回収することはできません。これを熱エネルギーに変換されたものを、利用して電気エネルギーとして利用することになります。一方で、燃料電池っていうのはどういう感じかっていうと、この化学エネルギーですね。燃料の持っている化学エネルギーの、この電子移動のエネルギーを取り出すことができます。つまり、熱機関に比べて、いわゆる電気化学的な反応を介するエネルギーっていうのは、ワンクッションを挟まなくていい分、やはりロスが少ない。っていうことが、この模式図からもわかるかと思います。では、本授業動画は、以上になります。まあ、ご視聴ありがとうございました。またですね、やはり学外へのアウトプットをすることがですね、非常に自己研鑽につながっています。まあ、皆さんとですね、共に様々に学んでいければいいかなと思っております。次回はですね、標準電極遷移っていうものについて、まあ、さらに、深掘りして、考えていきたいと思います。本授業は以上になります。